You see here in this video that Jomon Haniwa horse or Jomon terracotta horse of about 1500 years ago wore the same harness as horses of present day do. Moreover, Jomon horses were more sophisticated and mechanical horse gears than other horses ever known. ハニワ e r y m y s t e r i o u バグ s n t it? ノ、アの馬は近代の馬のバグのバグ以上に洗練されメカニックなバグを身につけていましたが謎といえばこれほど謎めいた話はありません広瀬セ氏 ハママスリジャパン。縄文時代の馬、つまり埴輪の馬は、現代の馬のバグと全く違わないバグを身につけていました。ここが重要です。現代の馬のバグと全く違わないバグを身につけていました。考えてみれば、大変これはおかしなことです。 がそれだけではありません。縄文の馬えつまり埴輪の馬は現代の馬よりもより洗練されたメカニックなバグを身につけていました。なぜでしょうかというのはさておいて縄文の馬たちは空を飛んでいました。というのが今日のこの動画のテーマです。Bye for now. Here in this video I show you a horse shaped robot or their vehicle to use when they moved around this planet. It is a sort of their craft to ride or most possibly it is a sort of a horse with power assisted walking device because ancient gods were a power state walking device when they were here on the earth and then why not their horse did wear it on the earth here in japan you may see a horse-shaped haniwa terracotta figure with extraordinarily big feet why are the legs so big because i hiroshi hayashi Understand that their horse-shaped vehicle or their horse itself had this sort of power engine or walking device on the earth. The gravity of the earth was their critical problem for the aliens whom you may call God Umangata Haniwa. Equal 馬型乗り物あるいは歩行補助装置をつけた馬そのものであったという説です。というのもアッシリアでは見るからに歩行補助装置をつけていると思われる牛や馬あるいは何らかの動物のレリーフが見つかっているからです。日本の羽はまたしかりあるいはどうして 日本のハニワが彼らの乗り物であってはいけないのでしょうかあるいはどうして日本のハニワが歩行補助装置をつけていてはいけないのでしょうか一度 皆さんもご自身の常識をひっくり返してみてはいかがでしょうか。広林浜祭りジャパン 縄文土器イコールロケットイコールビマーナ説を唱えるようになってもうすでに5年以上になります当初は多くの人といいますかほとんどの人に叩かれましたけれども今では多くの方に指示していただいていますで今日は馬型ロボットについてです、まあ、このような、まあ、レリーフがですねアッシリアで見つかっています足に 注意してみてください、まあ、自然な足といいますか普通の足ではありませんね大変メカニックな構造をしているのが分かりますでこのメカニックな部分に注意していただきたいんですけども同じくアッシリアでは右のような神のレリーフが見つかっていますこの神の神 レディーフに注意してくださいそして足に注意してくださいこの足に注意してみるとですねどうも普通ではないということです拡大して色をつけてみました黄色い部分が足そして右側のピンクっぽいところが歩行補助装置ということになりますそしてその間には隙間があり向こうの衣服が透けて見えます ここが重要ですからもう一度繰り返します足と歩行補助装置の間に隙間がありその隙間の向こうに衣服の一部が透けて見えます皆さん自身の目で確認してくださいえつまり、まあ、上の左の動物らしきものはですね歩行補助装置を身につけていたということになります同じように考えて今度は埴輪の足を見てください異様に太いのがわかります なななぜここんんに太いいのかいうこととうですよねで私はこの馬もしくは馬型ロボットあるいはまあ馬自身もですね歩行補助装置を身につけていたあるいはもしくはこれ自体がですねエンジンの一部であったと考えていますもう一度アッシリアのレリーフを見てくださいこれは馬というよりも牛のようにも見えますがしかしよく見るとですね 足が普通ではないつまり歩行補助装置をつけていたそして日本の埴輪も歩行補助装置をつけていたということになるのではないでしょうか、まあ、このような埴輪も,も見つかっています Albert Einstein once wrote as follows, Imagination is more important than knowledge, for knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world and all there ever will be to know and understand. あのアインシュタインはこう書き残しています。イマジネーション、つまりクリエイティブに物事を空想することは知識よりも重要であると。曰く空想することは知識より重要である。なぜなら知識というのは私たちが現在知っていることか理解していることに限られる。一方空想することによって人は世界を 限りなく広げることができ、そしてその世界には、さらに知るべきもの、理解すべきもの、すべてが隠されている、と。かなり意訳しましたが、アインシュタインのこの言葉をどう解釈するかは、人それぞれではないでしょうか。そう、人それぞれですね。一つの例、つまり、埴輪の馬を例に挙げながら、皆さんと一緒に、イマジネーションとは何か、 それについて考えてみたいと思います。なお最近、YouTube の方では皆さんの声をアンケート方式で集約することができるようになりました。この動画の終わりのところでアンケート調査をしますから、どうか皆さんのご意見をお聞かせください。この動画の終わりのところでアンケート調査のマークが出ますので、皆さんはこの動画を見て、 どのように考えられるかどうか教えてください。広しはやし、はジャパン。東京、新宿区在住のマリカさんが新しい埴輪を送ってくださいました。マリカさんどうもありがとうございました。で、その中に馬型埴輪というのがありました。今皆さんにご覧いただいているのがマリカさんが 送ってくださった馬型埴輪です。で、私はですね、その埴輪を手でいじっているときに、何かおかしいと、そのように感じました。何かおかしいんですね。そこで私のイマジネーションがビビビビッと働きました。確かに馬の形はしていますけども、これは馬ではないのではないか、と。で、私はですね、馬型埴輪というものを 集めてみました。これらの埴輪は実際発掘された埴輪です。が、どこかやっぱりおかしいんですね。どこかおかしい。私のイマジネーションがビリビリビリっと働き始めました。あくまでもイマジネーションです。何かおかしいんですね。どこかおかしいんですね。 えー、確かに馬を模ては作ってあるんですけども、本当に馬なのかと。そこで基本的な、まあ、検証をしてみました。このような針場があちこちで発掘されています。で、右が現在の実際の馬ですね。まあ、こうしたそのバグと言いますかね、は、おそらく西洋から入ってきたものと思われます。 がですね、比べてみますと、全く同じなんですね。ということはもうすでに、ハニワの時代に、基準すなわち、スタンダードができていたということになります。全く同じなんですね。と同時に、この馬型ハニワの、ここを見ていただきたんですけども、これは金具でできていたというふうにしか考えられませんね。そしてここには、まあ、ディスク用の何かがあります。 これは果たしてその、埴輪の時代のですね、バングなのでしょうかそして比べてみますと、現在のコンセプトと全く同じなんですね。で、この埴輪で比較しています。手綱の付け方、全く同じなんですね。これをどのように考えたらいいかいうことなんですよね。いわゆる埴輪の時代にすでに、まあ、馬のね、 ま、番号の付け方がですね、もう統一、世界的に統一されていたってことになってしまうわけです。しかもですね、この馬型埴輪には奇妙な飾り物があります。まあ、こうした飾り物を付けた復元模型も実際に作られているみたいですね。そして腰のところには、またこのような金具らしきものが付いているわけです。飾りなのか、それとも何か意味のあるものなのか。なあち、 現在のバグの付け方と大変よく似てる反面、現在の知識では理解できないものも付いているということですよね。このボコボコとしたものは何かということなんです。で、やっぱり何かおかしいんですね。こうして見ていると。この馬型羽根はについてもそうなんですよ。頭の上に何かね、こう平べったい板のようなものが付いています。これは何かということですよね。まあ、縦紙ということになるんでしょうけどもね。そしてこの馬型羽に、 歯にはですね、何かして、またこれまた奇妙なものがくっついています。意味不明と言いますかね。ベルのようでもあるし、見方によってはロケットのようにも見えるわけです。そして頭が、まあ、いうに大きくて、そしてこの口のところには何かまた別のものがくっついています。金具のようにも見えますけども、はにはの時代にこのような金具があったのでしょうか。そしてここにもディスク用のものがくっついています。 で、見れば見るほど、あの、馬型埴庭というのはおかしいわけです。これなどはまさに、オーパースと言えるものではないでしょうか。円盤の下に支柱までついています。これは何かということになるわけですね。つまり私たちは、作られた常識の中で、そこにある事実を見落としてきたということになるのではないでしょうか。この、まあ、尻尾についても、それが言えます。まあ、表現的に、 このように、このような形にならざるを得なかったというふうにも解釈できますが、よく考えてみるとおかしいと私は思います。そして腰のところにはこうした飾りのようなものもついてますし、また円形の何かがついています。この円形の何かについてはですね、見覚えがあります。以前に見たことあるんですね。何でしょうか 何だろうかというふうに考えていったわけです。そして私のイマジネーションがどんどんと膨らんでいきました。同じ埴輪の中にも同じようなものが作られています。中央はこれ埴輪ですね。そして右はインダスバリーで見つかった土偶です。やはりこの首のところにも同じような円形のものがついています。まあ、単純に考えれば首飾り、ネックレスということになるわけですね。で、バビロニアの像にも、そしてシュメールの像にも同じものがあります。 円形の何かです。まあ、それと直接ね、馬型ハニ輪と結びつくかどうかは別途しまして、似たものがあるということですね。そして、何よりもおかしいのは、この太い足です。この太い足のについてですね、考古学者の先生たちは、まあ、いわゆるまあ粘土で作るときに、細い足では馬はできないから太くしたというようなことを説明なさっておられます。実際私も、あちこちの考古館で質問しましたら、そのような答えをいただきました。 どうして馬の足はこんなに太いんでしょうか本当に粘土で作るときに、まあ、なて言いますかね、粘土の、えー、細い足では粘土が作れないから太くしたのでしょうかまたそのように考えていいのでしょうかまあ、全国のね、どこの、まあ、古墳周辺で見つかっている馬型埴輪は皆このように足が太いんですね。なぜでしょうかなぜ細くしなかったんでしょうかってことを考えていくわけです。 太い足してますね。どうして太いのでしょうかそこで私は例の歩行補助装置というものを思い出しました。これは埴輪ですね。これも埴輪ですね。で、これらが少し前、歩行補助装置であることを私は証明しました。右は道具です。そしてこの長い細いところを切ってみますと、 全く同じコンセプトになることに皆さんもお気づきになると思います。まあ一番右がですね、歩行補助装置をつけていた。そのハイヒール型が左二つということになります。全く同じなんですね、これね。てから、縄文のヴィーナスと言われている、まあ縄文イナンナもですね、まあハイヒール型の歩行補助装置を身につけていると私は考えています。いかがでしょうか このポコンと膨らんだ部分が同じだということです。ただ下のね、ハイヒール分のところが長いか短いかの違いということになるわけですね。ハニワの方は特にそれが長いっていうだけのことかもしれません。同じように仮面の女神。これも縄文イナンナというふうに私は判断してますけども、やはり同じコンセプトであることに皆さんはお気づきになると思います。ハニワのハイヒール部分を切ってみますと、左右の土偶と同じになります。 なじ、ち、古代の神々は、このように、まあ、なんて言いますか、歩行補助装置を身につけていたということになります。もう一つ、ここが重要ですから繰り返しています。中央が埴輪です。そして、縄文イナンナ。そして、比べてみますと、同じなんですね。いわゆる、ま、ポコンと膨らんだ部分に、努力装置が入っているというのを私は考えています。 そして仮面の女神も同じコンセプトで作られた歩行補助装置を身につけています。それは文化で発掘された土偶と比べてみるとそれがよくわかります。こうしてカットして色を落としていますと全く区別がつかないということですね。これらは皆歩行補助装置をつけていました。なぜ歩行補助装置を必要としたかはもう皆さんご想像の通りです。地球の重力にはまあ耐えられなかったんでしょうね。 古代の神々は地球の重力には耐えられませんでした。というふうに私は考えています。イマジネーションがどんどんと膨らんできますね。そして今まで見えなかった世界がその向こうに見えてきます。まさにアインシュタインの言った言葉と一致します。歩行補助装置。例えばこれが先ほど言いましたように、えー、縄文イナンナです。で、 足のところに奇妙なラインがありますね。この、な、何か意味不明のラインがありますけども、こ、このラインは、まあ、このように、歩行補助装置のラインと考えると納得できます。そして、右が、バビロニアシめる、ール、メソプタミアで見つかっているイナンナ像です。そこへすっぽりと入れていますと、このように収まると言いますかね。そして、その姿が、 縄文イナんと一致するわけです。ヘルメットも一致しています。それで、動物型の乗り物っていうのは珍しくないわけです。これはアステカで見つかっている、まあ、亀型 UFO ってことになるわけですね。で、ワニ型人間がその上にまたがって乗っています。同じような土偶をがですね、他にもう一体私は見つけました。 ともかくも、こうした動物の形をした乗り物というのは珍しくないわけです。その上にまたがって乗っている。まあ、見方によってはこれは亀に見えるわけですね。浦島太郎の亀です。そして、これは英福寺に残っている、えー、絵ですけども、その右の上に聖徳太子がですね、馬にまたがり、そしてそのままの姿勢で空を飛んでいる、飛んでいます。 そして、この馬、そしてその下の亀、まあ、合体しているというを見るべきなのかどうかわかりませんけども、動物型の、まあ、動物かもしれませんけどもね、乗り物に乗っているということです。ですから、まあ、あの、動物型の乗り物っていうのは珍しくないということです。さらに、インダスバリーでも見つかっています。このインダスバリーのこの乗り物、船というふうに理解して、していますけども、船ではありませんね。そして、後ろ。 こまあ、中央にですね、ここに、イナンナ・ヒタールが座っています。そして、その前のところには、超党人、超人間と人間が仲良く並んでいます。皆、ヘルメット、オーバーロールヘルメットをかぶっています。こうした、まあ、アーティファクトも実際見つかってるわけですね。で、これをどう理解するかですけども、 これがですね、私のイマジネーションということになります。これは牛型の乗り物ということになりますね。すなわち、動物の形をした乗り物というのは珍しくないわけです。そうしましたら、昨日ですね、ハマックス999さんにお会いしたときに、ハマックス999さんがですね、この本を私にくださいました。その180ページにこのような、まあ、写真が載っておりました。ハマックス999さん。 本当にありがとうございました。昨日は本当に楽しかったです。また今度、奈良でお会いしましょう。その、このページに、こうした動物型の何かが書かれてますけども、これは動物を作った、もう、まあ、なんて言いますかね、見て書いたという、彫ったものというよりはですね、大変こうメカニックな足をしています。中部からご覧ください。 その証拠にですね、上にもう一枚のこの絵が載っている、同じページに同じ絵がていうかもう一枚の絵が載っているんですけども、この足に注意してください。これは、まさしく、歩行補助装置ですね。これはアッシリアに残るレリーフですけども、この紙は、歩行補助装置を身につけています。その証明も、以前私はいたしました。細い足ですね。そして、まあ、この薄赤いところが、 歩行補助装置ということになって、その間の隙間に、その向こうの衣服が透けて見えますね。透けてとて言いますか。隙間がありますから、その向こうに衣服が見えていますね。すなわち、これは歩行補助装置であると、私は判断しました。で、同じようなレリーフって言いますか。こうしたレリーフはたくさんあります。が、しかしまあ、隙間があって向こうの衣服が見えるレリーフは、私が今発見したところ3し、三体、三つしかありませんけども、ともかくもその中の一つが、 このレリーフということになります。なあち、細い足。それを、まあ、地上を歩くときにですね、こうした歩行装歩行補助装置を使って、まあ、歩いていたってこと、古代の神々は、こうした補助装置をつけて歩いていたということになります。向かって、右の、この、え、レリーフの紙も、やはり同じように歩行補助装置をつけています。 この一番右の方は、向こうの衣服が透けて見えるという証拠、直接の証拠はありませんので、しかし、左二つは、まあ、向こうの衣服が透けて見えます。ということになりますと、これを同じように考えまして、先ほどの、ハマックス999さんがくださいました本の中に出ている、この写真と比べてみてください。中央もが歩行補助装置ですね。そして、同じ流れの中で、左の、まあ、馬のように見える動物の足も、 歩行補助装置をつけている。いわゆるメカニックな足をしているということですね。となりますと、一番左のこの馬は本物の馬ではなくて、ロボットもしくは乗り物としての馬ではなかったかということです。実際このような埴輪を見つかっています。人間と馬の大きさのバランスが完全に崩れてますね。チューブご覧ください。あたかも赤ちゃん。ある,あるいは子供が乗っているかのように見えます。しかし頭は異様に大きく、 小さいです最後にダメ押し的になりますけども左がハニワです右がパナマで見つかった土偶です共に赤ちゃんを抱いていますがこの赤ちゃんはどう見てもおかしいですね、えー、人間ではありませんそして共に 脇の下に空間ができています。いわゆる私が言うカクンカクン型ですね。つまり人間の姿形をしているから人間というふうに考えてはいけない。ということになりますと馬の形をしているから馬というふうに考えてはいけないということにつながっていくのではないでしょうか。まあ皆さん自身ので判断していただければ結構ですし、また皆さんのご意見をいただければ大変嬉しく思います。右がインダスバリーで見つかった まあ、テラコッタ、土偶、土偶ですね。やはり赤ちゃんを抱いていますけども、人間の子供ではないように思います。こうして、世界の、まあ、土偶とですね、埴輪がつながっていくということです。その中の人として、まあ、馬型ハ埴輪があるということになります。皆さんの判断はいかがでしょうかオーバー、オール、オールヘルメットをかぶっていると私は思います。で、もう一度、この馬型ハ埴輪を見ていただきたいと思います。 まあ、バランスが完全に崩れているということです。では、えー、もうすぐ、えー、右上にアイマークが現れます。そのアイマークをクリックして皆さんのご意見をお聞かせください。えー、マリカさん、それからハマクス99さん、どうもご協力ありがとうございました。それでは皆さん、bye for now.